はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ。今週のテーマはね、若干ビジネス寄りな話になっていくのかな。でも学生にはかなり聞いてほしい話ではあるんですけれども、テーマが教育に4本目の柱をっていうテーマで話していきます。でこれをのタイトル見た時に、俺3本目じゃないのって思ったあなたは、なかなかの配置2です。あの配置検定2級ぐらいは取れるんじゃないかっていう、わかんないけどね。そうで、あの普段自分が言ってるのはね、教育に3本目の柱をっていうのを1個の、指針というか自分の活動指針として挙げてるんです。であの初めましての方もいると思うんで、このテーマがね、あテーマ話がさ、ざっくり言うと、教育ってもともと学校教育、学校ね、公教育っていうので、まずこう、もちろんドーンってきてて、そこに一般企業がやるその塾とか通信教育とか家庭教師っていうのがまあずっとあったわけよ。でその日本柱である程度の学生というか子どもたちの教育を支えてきたと思ってるんだけど、自分が塾講師を実際やっていく中で、そこでは全然あの支えきれてないお子さんたちをすごく見てきたから、所得の関係とかさ、その地域の関係とかでね。なので、無料で子どもたちの意思だけで勉強することができるっていう環境作りっていうのが自分は第3本目の柱だった。それがまあ YouTube、 YouTube じゃなくてもいいんだけど、無料で勉強できるツールっていうので、子どもたち、そこでは支えきれなかった子どもたちを支えていこうっていう、それが自分のまあ活動理念なんですよ。だからそれは3本目、でそれをとにかく日本に浸透させるっていうが自分の役目だと今でも思ってるし、それももちろんね、あのこれからも続けていくんだけれども、2020年は本当にこう激動と変化の年で、全然ね、全然まだまだ自分が目標に掲げてる部分にはたどり着けてはいないんだけれども、去年に比べればだいぶ浸透したと思ってる。この1年は本当に、コロナのことが大きかったと思うね。あれが大きかった。あの学校の先生も子どもたちも保護者の皆さんも、自分のね YouTube っていうものじゃなくても学校に行けないって、だから自分で教育っていうものを探さなきゃいけなかった、インターネットを使ってっていう状況に追い込まれてしまったから、まあそれで知ってもらったっていうのもあったよね。まあ、それであと情熱大陸出させてもらったりとか、まあ、いろんなことがあって、まあ、多くの方に知ってもらえたと。これからはもちろんちょっと違う時期に入って、違うねとこに入っていって、じゃあどう子どもたちとか、親御さんとかにプラスのものとして受け取ってもらうか。だって知ってもらうっていうのはさ、まず一個なわけよ。例えばさ、俺あのハンバーガーあるじゃんか。ハンバーガーみんな食べたことあると思うんだけど、あのピクルスって入ってるじゃん。マクドナルドとかだとさ、ピクルス好き、みんな。俺さピクルスめっちゃ好きなんよ。でだから本当に息子とかが残すピクルスとかもちょうだいって言ってもらっちゃうんだけど、あの嫌いだからさ息子がね。でそのピクルスっていう存在は知ってるけれども、じゃあ好きかどうかって別問題じゃん。それは嫌いな人もいるわけだし。なのでそういった意味で、教育の今のこのツール YouTube で勉強するっていうものを知ってもらって、それをじゃあ、有益なものなんですよって、もちろんそれはコンテンツ、自分のね動画の内容もそうだけれども、いいコンテンツ、子供のためにちゃんとプラスだよっていうのプラスの意味で浸透させなきゃいけないっていうのはもちろんあるんだけど、まあ、その2021年はそこが大事なのかなとはまあ思ってるんだけど、今回はその話じゃないわけよ。まあ、それは今第3本目の柱の説明ね。で4本目なんだっていう、今実はその2021年っていうか、まあ毎年さ1月1日に自分目標を出すんです。ボンって、まあ、動画で出すからね、またね。で今年の目標、2020年はチャンネル登録者が100万人、保護者の認知度アップ、だ知ってもらう、保護者の層に知ってもらうっていう。でもう一個が、勉強に困ったらとある男だよねって言われる存在になることっていう。あとは毎年決めてる全員合格ねっていうのがまあテーマだったわけよ。で2021年どうしようかなってずっと最近そればっか考えてて、で自分ね、そのこの活動を始めた頃にもう一個やりたいことがあって、和塾っていうのを作りたいってずっと言ってたんです。和塾、和って輪っかの輪ね、平和の輪じゃなくて輪っかの輪。そうで、何かっていうと、子どもたちに、子どもたちが子どもたちに勉強じゃなくてもいいんだけど、何かを教えるっていうのをなんかこう一個のパッケージとしてやっていきたいって、活動として、それを自分がもちろんそこにまず入ってやるのが一番最初だとは思うんだけれども、いろんなところ、例えばそのさ、やり方をちゃんとパッケージ化できれば、自分がいなくてもいろんな学校で、例えばなんだ、総合の時間とかでさ、やれたらいいなっていうのすごく思ってる。子どもたちが子どもたちに何かを教えるっていう。で俺はこれはめちゃくちゃ日本に広めたいと思ってて、で多分あるんだよ、探せばいっぱいあるけれども、まだそれがさ、その場所その場所なんだよね。
それをもっと当たり前のぐらい、だから学校教育の中で普通にやりますよねみたいなってしていきたいので、なんでかっていうと、あのコミュ力っていう言葉があるじゃないですか。コミュニケーション能力ね、コミュ力がない、コミュ力がないって嘆く方いると思うんですよ俺もそう思ってた人だからさ。でコミュニケーション能力っていうのは生きていく上で必須ではないと思ってる。別になくても生きていけるから。だけどもあって損するものじゃないと思ってる。ないのとあるのだったらある方が俺はいいんじゃないかなって思っているのね。あって損するものじゃないからさ。でじゃあコミュニケーション能力ってどうやって高めていくってなった時に、まあ、みんな難しいと思うよ。えどうしようみたいな。本読んでも別にできんし、ネットで探したら出てくるよ。コミュ力改善とかやったらさ出てくるよいっぱい。でもそれをさ文字情報で、ああなるほどなるほどふーんって読んだところで、それがみんながコミュ力上がるかっつったら上がらないじゃん。絶対実践ありきなんだわコミュニケーション能力に関しては。でさ、その例えば話し方とかさ、目線の送り方とかさ、あの相槌の打ち方とか、まあ、いろいろあるわけよ。そのテクニック的なところを言うと。でも自分が思ってるねコミュニケーション能力の、まあ、最上位、コミュニケーション能力っていういろんなものがあった時に一番、それを養っていくのに一番有効だし、そのコミュニケーション能力のなんか結晶みたいなものが、俺人に物を教える行為だと思ってるの。教えるっていう、俺教えるって、まあ俺それが一応なりわいでやってるからさ、塾講師やってたし、その今ではねこうやって、YouTube 通して教えるって立場でいるけれども、教えるっていう行為って誰でもできるんよ。やろうと思ったらみんなもできるし、みんなのお父さんお母さんもできるし、みんなのおじさんおさんもできるわけ。誰でもできる、やろうと思ったら。上手い下手は置いといてね、できるわけ。それだけ身近なものなんだよ。で身近なものなんだけれども、実際にさみんなが何かを人に教えようと思った時にやっぱ困ることってあると思うんだよね。教えるのって難しいっていう。でももしだよ、みんなが何かを教えた時に相手が、あそうなんだありがとうってなった瞬間、やっぱ嬉しくない？自分が説明したものがちゃんと伝わったんだって。だから何かを伝えるのもコミュニケーションってそこだから、何かが伝わったんだっていう、そのやっぱ嬉しい場面でもあるし、その伝えるためにどうやったら伝わるのかなっていうのは、すごくそれを考えて考えて工夫していくことで、俺はコミュニケーション能力が養っていけると思うんだよね。だもちろん、コミュニケーション能力をなんか養う講座みたいな、あるコースみたいなあるわけで、それは完成されたものだし、それで絶対有益なんだけれども、できればやっぱり学生のうちにそういったものに触れておくと全然違うと思うんだよね。伸びしろとしては二十歳超えてとか30歳になってからとか、もちろん人は成長するから伸びていくけども、学生のうちにそれを経験しておく、その学生のうちにそういったことを考えるきっかけを得るだけでも、俺絶対に子供たち人生豊かになると思うんだよねって思ってるの俺は。これもめちゃくちゃ否定されたからあのまあ YouTube の方さメインでずっとやって、まあ、そっちまで全然動いてないからそんな戦えなかったけど、でもそれも結構ちょこちょこ言ってて、いろんな場面で、もう鼻で笑われたかつ、もう半端ないからね、はははみたいな、いいですねみたいな思ってねえだろみたいな。そうだけど、なんか今こうやってさ、いろんな方に知ってもらえて、まあなんだろう、自分のこう発信したものも受け取ってくれる方も増えたから、まあこれをね言うことによって、まあ鼻で笑われると思うし、まあ、今でもさやっぱコメント欄とか見るとさ、自分の配置やっぱクソだな、使えねえなとかいっぱいあるからさ、まあ、そう思われるかもしれないけど、やっぱ俺の人生は、人生というか子供たち、学生にとって有益かどうかなんでね、とにかく学生の人生豊かにしたいっていう、楽しく生きてほしいんよね。まあ、勉強ってできないよりできた方がいいし、学校の授業が分からないより分かった方がいいし、あと40分50 45分50分が座んなきゃいけないんだったら、もう何も言ってか分かんないよ先生って思うぐらいならさ、えちょっと分かるな、でそれで褒められたらさ、いいじゃんそれもそれでってなってほしくて、その授業の動画ね、授業動画もずっとやってきたから、みんながちょっとでもね、あの教育っていうところで笑顔にしたいと思って、うん、それのちょっとまあ違う部門にはなるんだけど、それがね4本目の柱っていうのはちょっと言い過ぎだと思ってるけど、でも学校教育の中にそういった子どもたちが子どもたちに教える、だから中学校であったら中学校3年生が中学校1年生の勉強を教えるとかでもいいと思うんだよね。コロナ禍だからまだ難しい、確かに今はタイミングとしてはちょっと間違ってるかもしれないけれど、2021年はなんかそこをちょっと動いていきたいなと思ってる。最初は本当に言ったように自分が行くから、ちゃんと行ってでやる、でもやるからにはおふざけじゃなくてちゃんとやるっていう、どうやったらこれを相手が分かりやすく受け取ってもらえるかなって、どう説明したら理解してもらいやすいのかな。そのうちじゃ中学校1年生が近隣のね近くの小学校に行って総合の時間合わせてさ、
で教えてもらうって、で教える方ももちろんいいし、でも教えてもらう側もやっぱり先生とかっていうよりもすごい年の近いお兄さんお姉さんから、特に小学生がさ中学生で勉強教えてもらうって俺めちゃくちゃ刺激的だから絶対いい大丈夫、みんなついてきてる、ごめんね、ちょっとあのこれちょっと熱くなっちゃって、この話ずっとさずっと思ってることだからちょっと熱くなっちゃった、久々の話で。そうでもやっぱりまあこれ今2020年ラストにこの話してて、まあ、現実になっていくのが、まあ、2021年で具体的に動きたいなと思ってる、コロナがちゃんと落ち着けばね思ってるけども、まあ、2022とか23になるかもしれないけど、いざ形になった時にはもしかしたらいろいろ変化してるかもしれない、ね、この 今は、頭の中で描いているものだからさ、実際に作り上げたものは変わっていくかもしれないんだけれど、多分今がそろそろがチャンスだなと思うんだよね。そうでこう思ってる理由は YouTube の活動8年やったじゃんか、だから当時15歳だった子、中3の子とか見てた子たちが今社会に出る年なんだよ、大体社会人1年目2年目とかたまに連絡来るんだけどさ、で本当にその社会人にも働いてる子で結構教育にやってる子とかもいるんだけど、あのハイチさんとなんかやりたいんですみたいな結構言ってもらえるのね。でやっぱりそういう風に自分が活動してきたこの自分の背中を見てくれた子たちが一緒に何かするのって多分そろそろチャンスなんだよね。で俺実際それすげえやりたいのみんなと、うん、今学生の子たちも俺頑張って長く活動するからさ、あと5年とか6年経った時に今15歳の子も20超えるわけじゃん、そしたら本当に俺と何か一緒にできるかもしれない、俺と何かできるって生意気だけど、なんか一緒に本当さ教育じゃなくてもいいけどさ、そういろんな分野、例えば美容師になりたいと今思ってる子が美容師に実際になって、でも美容師だからって教育全然関係ないじゃん、そんなことないから。そうだってもしかしたら俺がさその時にはいろんな学校に行っていろんな職業の人とつなぎますみたいな、今回美容師のこの方を産みましたって、その子がもともと俺のユーザーの子かもしれないじゃん。そういったようにとにかく今生きてる子たち、5年後に学生の子がいるわけだから、その子たちの人生がとにかく充実していくとか豊かになっていくっていうもののためにやっぱ人生使いたいので、今回ちょっとこれを一回言っておきたいなと思った。そうだからまあ本当さ聞いてさほんで終わっちゃうと思うんだけど、まあいつかなんか一緒にやりたいとか、もう結構このダラダラジオ社会人の方も聞いてくれてるんで、なんかもし実際なんか今具体にやってる方とかもまあ連絡いただければ動ける範囲で動けるかなと思うんですけど、うん、まあ、そんな2021年になるのかなっていうふうに思ってる。やっぱり一度きりの人生だし、なんか間違ったことになるかもしれない、うん、俺がやろうとしてることは間違ってるのかもしれないけど、やっぱり行ってみなきゃ分かんないんだよね。そうやっぱり YouTube もそうだったからさ、あんだけ叩かれて俺間違ったことしてんのかなってすげえ思ったけど、2012年とか2013年とか、でもやっぱり2020年になった時には間違ってなかったなって、みんながそうきっと今思ってくれてる方が多くなったから、やっぱり行ってみなきゃわからないことってたくさんあるんで、まあ、そんな風に思っておりますっていう話でした。なのでぜひね、これ聞いてくれてる皆さん、今社会人の方も大学生の方も、今から中学生とかね、小学生とか高校生の方もそうだけど、なんかいつか一緒にやろう、本当にそれをみんなが、まあ、みんながやりたいこともあると思うからをね、こう実現するためにちょっとでも力になれたらいいなと思うし、とにかくなんか人と何かやるのが好きなのでって思っておりますっていう話でした。はい、ということでちょっと長くなっちゃったけどね、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。しつこいんですけど、人生一度きりなんでやっぱり楽しんでいこう。そう、まあ、楽しむっていうのは俺の中では人に迷惑をかけないっていうルールがもちろんあるんだよね。そうあるけれども、まあ、でもそれでもさ、だって俺が YouTube で授業動画投稿してたらそれが迷惑になってる人もいるからさ、全ての人に迷惑にならないって無理だから、そんなもんは。そうだからそこはやっぱりバランスで兼ね合いもあると思うんだけれど、みんなもさ人生一度きりだから、なんか自分のがワクワクする道を選んでってほしいなって思う。それにはやっぱり努力とかいろんなことが必要になるけれども、行った先で見える景色っていうのはやっぱりなんだろう、格別というか、うん、特別なものであるから頑張ってほしいなって思いました。はい、まとまんねはい、ということでここまでご視聴いただきありがとうございました。じゃあ来週はラストですね、2020年ラストになりますので、まあ、1年の総決算ということで、目標の確認だったりとか、1年がこうだったねみたいな話をしていこうと思います。なんかあれだね、生放送、あ、違うな、それは違うな、いいまあ、また来週聞いてみてください。では今週のダラダラジオはこれで終わります。以上です、ありがとうございました。